降り立ちました。はい、ちょっとテンション上げてきましたよ。ニコー着いたぜ。もう9時半っすよ。帰るよ。帰る？帰ろうよ。だってこれで帰ったらお昼頃には着くでしょ。日帰りどころか半日もいなかったいや着いたばっかだからまだ、ね4分しか経ってないいないだろうねそんな人いないだろうね、うん、駅も出ずに帰るっていうね。いやでもほら電車好きの人とかあるかもしれない。いやそれはあるかもしれない。今日はもう今回はずっとこれで撮りますから RX100M3 で、95% これで行く予定です、はい、さあ どうしようか。今ここです、うん、伊藤将軍、はい、3つって言ってたのがこれとこれとこれ、うん、おーいいね。で宿がここで、うん、今日の今の昼食が、うん、どこやったっけ。多分ここから近いんですよ、うん、なんで、うん、12時なんで、うん、それまでどうするかですね、うん、そうだね。とりあえずこの辺の1個行っちゃうか。行こうか。行っちゃいますか、うん、今何時。9時半。じゃあ行っちゃいますか。明日もここに戻ってきて、うん、どれか行くとか。多分この辺まあ全部は今日潰せないから、まあ明日は明日で考えるとして、なんかパンフレット的なものは欲しいな。とりあえずこの辺の世界遺産地区に行ってみようってことになりました。全部近いね。近いね。だこの黒い枠のとこが多分全部このエリアなんだよね。で駅。輪王寺。外観がね。とりあえず輪王寺到着。まあ、ここからちょっと撮れないんで。あ、そっか。中が。なんかちょっとね、撮影禁止らしいんで。しかも、うん、工事中と。工事中と。グダグダな感じになっちゃった。グダグダで、まあ、ちょっとね、それもありでいいんじゃないでしょうか、うん、でも多分中がでしょ、肝心なの。そうですね。期待して。世界線1個目。1個目。まあ、10時なんで、はい、あと 2時間がっつりと。昼食は12時なんで、それまでに。ここまでちょっと運動で。はい、では行ってまいります。はい、白身の東照宮行くと思いかけ、見せかけて行かないからね。M さん、いつかあれじゃない、なんかけん玉的なもの、あれちょっとあの浅草の侍思い出すけど、いつかの侍思い出すけどね。なんか今回忍者的な。あ、杖があるじゃん。サムライ。ここ今 CG 入ってるから、ね、バリバリの CG 入ってるから、このカットで PV にするからね。やったことないのに剣道撮ってるハムさん苦笑いおじさん2人何やってるんでしょう。だって見えなかったからね、あそこが。しょうがないよね。ないよ。世界遺産が1個目見えなかったからしょうがない。本当にさ、遊ぶしかないんだから。もうあれでも撮りたかったね。撮っちゃっても大丈夫そうだったけどね、工事の部分ぐらいだったら、うん、中が一応撮っちゃダメみたいな感じだったから、うん、でもよかったよ、あれは。良い子の僕らは撮らなかった。撮らなかった。外人さん撮ってたけどね、うん、ルール守らないとね、うんうん、今後ろに東照宮があります。であるけど、こうスルーして、で次なんだっけ、輪王寺のちょっと離れた、ここ行きます、うん、
これ行きます。今度ここちょっと離れてる。でもね、この辺の地区全体が世界遺産らしいので、うん、あれだよ、一眼リュックにしまってる場合じゃないよ何にも撮ってないからね。だって今動画撮ってんだよ。あ、撮ってんの。動画は撮ってた。だから一眼出してないだけ。うん、でも一眼持ってこなきゃよかったな。だって見てほら、出してないからね、カメラ。ハムさんちゃんと出してるけど、何この身軽な何にも持ってない、この僕との差ですよ。だからああいう侍とかやっちゃうわけだよでもね、まあこういう大晦日もありだよ。大晦日だからね、今日だよね、うん、すごいよね、これすごいね。なんかちょっと撮ってくれてるじゃん。そうだね、うん、スタッフが撮ってくれてる、ね、こんな感じで撮ってくれてるんですよね、うん、本来はヒロシが来なきゃいけないところなんだけど、うん、まあ、今回はね、うん、ちょっといろいろとご多忙ということで、まあ別に話もしてないまあ来れなかったわけですけども、本当はねゲストでねヒロシ来る予定だったんだよね。そう、うん、そう、もう Facebook のメッセージ俺がガンガン入れてた別に、あ、そう、オファー出してたんだ。そう、全部ずっとオファーしてたんですけど、うん、ガン無視。もう LINE でも既読するみたいな。それはいかんね。うん、ずっと既読する。まあヒロシの LINE 知らないやってるかどうかも知らないまあ俺も知らないけど、まあずっと既読するなんです、うん、見てはいるんだよね、うんうん、だから多分嫌だったんだろうね。まあね、うん、嫌われたかな、うん、もうスタンプとかでも既読するかっていうようなスタンプもねやってたんです。もうそろそろこの辺で終わらそこうかこの辺のネタは。そうだね、うん、全然広がってこないかなっていうね。だってもう3度終わっちゃって終わっちゃうからね嘘で終わったみたいなね、うん、嘘は良くない。でもこれ嘘って言ってることで本当だからね、わかるかな、意味が。嘘を言ってましたっていうことを言ってるんで、まだ続いてるみたいです、ね、事実を言ってるんですよ。無理やり上げてるから、上げてる開けていかないとちょっとずつカメラ回して無理やり上げてるって。そう、だから本当ならここに、ね、N 君がいるとこれがまたね、うん、N 君まで、まあ、家族だからね。そうそう、一人連れてきたいんだけどね、うん、来れればね。どうなんだろう。そう、だからもう全部既読するですよ、 N 君もまたその話変わった話、また5分ぐらいかかるけどぐるぐる回ってるけど。そうだね、まあそれはもう嘘ということでやめましょうね、うん、ということで着いたかな。着いた感じで、じゃあ昼ご飯に行きましょう。1個しか来てないっすよ。そうですね、あと2つあるんですけど、うん、どうですかね、大丈夫かな俺ら不安だよね、うん、持つかな、うん、今ちょっと帰ろうかっていう相談をしてた日帰りになって笑ってはいけないが みたいがために。そうそう、帰る、うん、斬新。そうかな、っていうか本気でやろうとしてるからね冗談じゃないからねぶっちゃけた話、ぶっちゃけた話。そうだね、あの電車のキャンセルとか、あの前倒しで行けるかなとかね、考え始めてるよね。考え始めてるから、うん、駅行こうか食事をキャンセルして、そうそう、変更できるかどうかをまず確認しに行って、はい、帰ると、うん、5時頃に。あ、5時じゃ間に合わない。ガキ4時ガキが最優先だよね旅行よりもね、旅行より食事より何よりガキ笑ってはいけないよ、笑ってはいけないよ、太夫、さらっと終わったけどね。太夫できたんですよ。
茶湯院ってどこか。うん。うん。うーんとか言って家光さん。ここもあれかな。ここまた。ここもあれですね。世界一角ですね。世界遺産の一つですね。今日だね。今日だね。あとでご飯食べた後に。ご飯食べた後に、ここ1時間寝て。いや必要だね。ガチで。でしょ。ガチでちょっとお昼寝タイムですよ。お昼寝して。さあ、じゃあ、ご飯旅行こう。うん。そっから考えよう。はい。そんなわけで、ちょっと歩いて、行ってまいります。